こんにちは、糸仕事です。今日はこのブリオッシュ編みのスヌードを編みながら、少し前に行った京都旅行の様子と一緒にお届けします。このスヌードはソックヤーンとモヘアの糸を2本使ってブリオッシュで輪に編んでいます。京都では布博、紙博がやっていたので、それを見に行って、まあちょっといろいろな紙物を買い込んだり、あと桂離宮を見学したり、あとはカフェでゆっくり過ごしたり、本屋さんに行ったりしました。今回の旅のお供は、まあ、今編んでいるブリオッシュのスヌードの色違いのものなんですけど、まあ、編み方もすごくシンプルで、一回覚えてしまえばパターン見なくても編めるので、どこにでも持って行って編めるので、とても重宝しました。でこの後は、ちょっと鴨川でのんびりして、まあ、素敵な夫婦がやってらっしゃるカフェに行きました。最後に駆け込んだこの一乗寺エリアは、素敵な本屋さん、カフェたくさんあって、まあ、行きたいお店がたくさんあってちょっと時間が足りないくらいだったんですが、とても綺麗なもの、面白いものをたくさん見てエネルギーチャージできた旅でした。こちらのピンクのスヌードは、先週末日曜日の朝、残りを編んで無事完成です。